さんこんにちは、あやたんです。今日の初テレはですね、スペシャルなゲストをお呼びしております。じゃじゃーん、わーい、はい、椎名ゆかり役の、船戸ゆりえさんでございます。よろしくお願いします。お願いします。ようこそ船戸さん。わー、ありがとう、嬉しいです。いやもう、いやいやいや、監督の皆さん待望かと。いやー、そんなことないです。でもすごく見させていただいてて、いやありがとうございます。いや、あやたんさんお綺麗だし、ありがとうございます。すっごくワクワクしてました。ありがとうございます。はい、今日はですね、船戸さんとご一緒にお送りしていくんですが、はい、8月ですね、実はイベントを結構8内やっておりまして、船戸さんもいくつか来ていただいたと伺っておるんですけれども、はい、いかがでしたでしょうか。すっごく楽しかったです。ありがとうございます。ライブ、あ、はいはい、ハチ様ですね。ハチ様、すっごくひまわりが、ひまわりのペンライト、はいはい、キラキラ、綺麗でしたね。綺麗でした。楽しくしていただいて、カフェもね、来ていただいたようで。来ました、ヒイラギことハチ役の早瀬まりかちゃんと一緒に行ったら、まさかののぞみるさんとサラダさんもいるっていう。おー、なんと豪華な、同じ時にいた監督さんはもう天国ですね。いやー、どうでしょう。でもすごくなんかこう、隣に座ってた方が、はいはい、あ、ここに書くんですよってオーダーすごく優しくしてもらって、素晴らしい、うん、優しかったです。楽しんでいただけたということで、うん、ありがとうございます。そんなですね、船戸さんに今日来ていただいたのは、はい、新スカウトのためなんですよね。そうなんです。はい、ということで、せっかくなので、もうスカウトのタイトルは船戸さんから紹介していただきたいと思います。お、いいんですか。はい、お願いします。はい、タイトル名は再起の兆し、新学期の練習スカウト。わーい。はい、こちらですね、もちろん椎名ちゃんが登場するスカウトになってるんですけれども、はい、今回のスカウトですね、夏大会ですね、残念ながら、はい、負けてしまったんですよね、有原ちゃんたち、椎名ちゃんたちなんですが、はい、まあ、夏の試合が終わって新学期になって、改めて前を向いて練習をしていくというシーンの特集になっております。はい、それではまずこちらの選手です。じゃじゃーん、もちろん椎名ちゃんでございます。椎名ちゃん、はい、こちら今回 SSR での登場となります。 SSR なんですね。そうなんです。どうですか、今回の椎名ちゃん。いつになくすごく真剣な、ね、真剣ですね、うん、改めて前を向いてるんですね、うん、ジーンとしてしまう、ちょっとジーンと来ちゃいました、ね、本当ですね、はい、感じもあるんですけれども、うんうん、どんな選手かというところもご紹介したいと思うんですが、今回のですね、椎名ちゃんはミートがね、いつも高いんですけど、うんうん、はい、プラスで、スキルによってパワーも大幅にアップする。パワーがある椎名、はい、そうなんです。パワー椎名ですね。そうです、そうです、うん、なっておりますと、うんうん、あとですね、才能によって、投手の変化球をパワーアップすることができるということで、はい、もうキャッチャーとしてはね、すごく嬉しい感じに、そうなんです。はい、なっております、うん、ちなみに船戸さん、ボイスの収録はいかがでしたか。はい、そうですね、なんかゆかりちゃんいつも結構なんか張るっていうか、ビーチバレーの時とか、はいはいはい、なんかズバーンみたいな、うん、なんかもう体手つけてバシーンみたいなやってたんですけど、うんうんうん、今回は結構なんかゆかりちゃんの心の中のセリフが多くて、はいはいはい、こう内にこもった気持ちをこう表現するみたいなのが多かったですね、うんうん、なるほど。ということで椎名ちゃんの紹介でした。ぜひ監督皆さんお迎えをしてですね、ボイスも聞いていただければと思います、はい。続いては SSR の泉田ちゃんになります。こちらです。じゃじゃーん。おー、なかなか、なかなか面白いって言っていいのかな。なんかこれ、え、後ろにいるのサボり同盟さん。そう、そうなんですよ、ですよね、そうなんです、混ざってますね、なかなか、なかなか、なかなか不思議な、不思議なシーンだな。どういうシーンなんですかね。でも海を走ってるんですね、うんうん、ちょっと青春な感じが、青春感はすごく伝わってきますね。後ろはもうすごいしんどそうですね。確かに。その日をバックに、はい、ですね、素敵ですね、素敵素敵。そんな泉田ちゃんなんですけれども、うんうん、まあ、いつも通りすごくパワーが強くってですね、クリーンナップで活躍が期待できる選手となっております。パワーヒッターでございます。さすがです。で、才能とですね、スキルでもうほんとさらにさらにパワーが強化をされまして、うん、後半で特に長打が期待できる、炸裂するというような選手になっております。ちなみに泉田ちゃんの印象は、なんかいかがですか。印象、一番最初に絵を見た時は、はい、もう
リーゼント、リーゼントこれしかちょっと目いかなかったんですけど、でもなんかお話とか読んでいくと、うん、なんかヤンキーさんだけどなんかやっぱりヤンキーさんだけどなんか自分なりのなんか正義を持ってるっていうか、やっぱり熱くて、ね、あとは育ちの良さがちょっと ありましたね、あの旅館のシーンとかもね、うん、ありましたね、はいはい、なんか好きです私は。なんかあの髪を下ろしたギャップに燃えました。あ、もうわかります、すごいすごいわかります。はい、ということで続いてはこちらです。じゃじゃーん、 SR のセンバちゃんになります。こちらは SSR 覚醒後のシーンとなっておりますということで、いかがですかこちら。なんか投げてますね。ね、うん、そうなんですよ、良きところに気づいていただいたんですけれども、うん、はい、センバちゃんいつもあのキャッチャーなんですよね、うん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 、なんですけれども今回はですね、あの中継ぎピッチャーとして登場となっております。すごい、うん、だから多分翼ちゃんもね後ろで見てます、ね、そうそうそう、そうなんです。ですね、あの速球派の中継ぎということで、うん、あのランナーがいる時にすごく粘り強い投球を見せてくれると、うん、いうことなんですけれども、勝っているとさらにキレとコントロールがアップするということなので、はい、先発のピッチャーから、うん、まあ、勝ってるタイミングで交代をすると先発ちゃん大活躍してくれるということでですね、戦術機能ができて交代もあの自分でタイミングが選べるようになったので、皆さんぜひ良きところで交代をしてあげてください。ちなみに先発ちゃんはどんな印象をお持ちですか。先発ちゃんはしっかり者ですよね。そうですね、お姉ちゃんですね。お姉ちゃんだけどちょっとみんなのお母さん的な部分もあるような、なんか、なんか安心する感じ。確かに、確かに安心感ありますね、うん、はい、はい、ということで、3選手紹介してまいりましたけれども、監督の皆さんもぜひお迎えをしていただければと思います。ここからはですね、せっかく船戸さんに来ていただいているので、はい、普段聞けない質問をですね、どんどん聞いていきたいと思います。おお、じゃんじゃん聞いてください、はい、よろしくお願いします。では一つ目の質問をお願いします、はい、ということで、シーナちゃんの、シチュエーションの中で一番好きな好きなのは何になりますでしょうか。まあ決めてきました。ありがとうございます。絞ってきました。みんな好きなんですけど、じゃじゃん、溢れ出る興奮と熱意です。こちらですね、かわいいチュリオーズですね。チュリオーズ、こちら選ばれた理由はどんなところにありますか、うん、やっぱりゆかりちゃんの一番最初の SS レアなんですけど、はいはいはい、なんかこの時にすごく早口の、はいはいはい、セリフがあって、一発 OK だったのがすごくちょっと嬉しくて、素晴らしい。なんかついて好きなものとか語る時とか、なんか早口になっちゃう時ありません？はいはい、ありますあります。ありますよ、ね、バーって喋っちゃう時ですね。まさにそれ。あー、素晴らしい。シーナちゃん愛が。シーナちゃん、ゆかりちゃん愛、まあ、チュリオーズ愛をこう、バーってやって、ファーってなりました。ファーってなって、素晴らしい。はい、素晴らしい。ありがとうございます。では2つ目の質問行ってみたいと思うんですが、はい、シーナちゃんを、演じていらっしゃるときに気をつけてることとかってありますか、はい、そんなになんかこう特にここを気をつけてとかいうのはあんまりないんですけど、うんうんうん、でも強いて言うならなんかこうやっぱりズバーンとか、はいはいはい、そういうなんかシュビビーンとかそういうのは結構もうなんかこうパワフルに、うん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 、なんかもう彼女の本来の明るいところを出せるようにして、はいはい、ただちょっと彼女の闇な部分っていうか、たまにちょっとちょっとちょっとっていう時はこう、まあこうゆかりちゃんの気持ちと、うんうん、まあそう、まあ過去にいろいろあったじゃないですか、うん、彼女は。で、そこのことをまあ思い浮かべて、ちょっとなんかこう、スッて、スッて演じてますって感じ。しょぼ、しょぼっていうかこう、なんかうまく言葉で言えないんですけど、気持ちをなんか入れてみたいな。はい、では続いての質問です、はい、足前で好きな選手とか、友達になりたい選手は、うん、シーナちゃん以外でいらっしゃいますか。いっぱいいっぱいいるんですけど、強いて絞るなら、はい、つくもくんおと翼ちゃん、翼ちゃん、うんうんうん、これはそれぞれどういう理由でお好きなんですか。つくもくんはかっこいいじゃないですか。かっこいいですね。もうバレンタインもね、もういっぱいもらってて、キュンキュンですよ。なんかもうあの部活の時とかも私女子しかいなくて、あ、そうなんですね、やっぱりこういうかっこいいかっこいい先輩はもうみんなからキャーキャーされてました。ちなみにつくものお気に入りのシーンとかはどんなシーンがありますか。あれですあれです、あのランニングしてる、あー
朝焼けのランニングで、ね、朝焼けのランニング、はいはい、なんかあの背景がすごく綺麗で、なんかピンク色のやつでキラーみたいな、うんうん、あれお気に入りです。あれは綺麗ですね、うん、ありがとうございます。翼ちゃんはいかがですか、どんなところが。翼ちゃんはなんか一緒にバッティングセンター行きたいなって。お、確かに楽しそう。自分下手くそなので、うん、教えてもらいたいなって。確かに確かに、うん、ちなみに翼ちゃんで好きなシーンはどんなところがありますか。託されてる、はいはい、あのゆかりちゃんとついになってるボールをこうね、あ、そのやる託された思いっていうやつですね。あれです。あそこはもう素敵でしたね、うん、はい、なんか感動しちゃいました、うん、ゆかりちゃんとしても思い出深いですか、うんうん、はい。でもやっぱりこうなんかリンクしてるってなんかすごーって思ってなんか最初に収録前に聞いて、なんかこうな、これがこうなってるんですよって聞いて、うんうんうん、なんかわーってなっちゃいました。もうあれはもう夏とも欲しいところですね。さて続いての質問ですが、スマートさんのオーダーを見せていただこうと、恥ずかしいな思います。はい、ではではこちらです。じゃじゃーん、じゃじゃーん、こんな感じです。現地が、愛が溢れている。いやありがとうございます。愛に溢れておりますうん、うん、なんかこだわりのポイントとかありますか。こだわりのポイント、やっぱりまあちょっとこれはね、あの個人的な愛が偏っちゃってるのかもしれないですけど、星 は, い は, いはい、はちょっと申し訳ないんですけど、いつもゆかりちゃんです、うん、愛です、愛で、ね、先発はいつも翼ちゃんです。うんうんうん、なんか2人のその親密度を上げて、はいはいはい、あの5つにするとなんか発動するじゃないですか。はい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 、はい、あとはつくもくんは私のこう、あーさっきのあれですね、お気に入りの、はい、そうです、シーンのやつですね。今日絶好調ですね。はいはい、うん、です。素晴らしい。わーい。では最後の質問になるんですが、これからの八内に期待することを教えてください、うん、これからの八内、これからの八内、そうですね、機能的な面で、ですかね。ぜひぜひ。なんかフレンド、はいはいはい、あるじゃないですか、なんか遠征させてって。それであの他の姉妹校さんと対戦できるような、あーいいですね、とかあったらなんか楽しそう。いいですね。レオンに伝えておきます。あ、ありがとうございます。ぜひ。あとアニメ化決まったじゃないですか。そうなんです、ありがたいことに。で、まあ、すごく気が早いけど映画化とかになったり。おー、すごい。あとはさらにもっと言って、その甲子園の、うんうん、テーマ曲が八内になったりとか。夢が膨らみますね。素晴らしい。高くなんかなったら素敵だなって。ありがとうございます。ちょっと運営一同、ますます、うん、頑張ります。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いやー、たくさん質問してしまいましたが、いろいろお答えいただきありがとうございます。とんでもないです。ちょっともっといろいろ聞きたいこともあるんですけれども、うん、またもう一回来ていただくための口実にしたいと思いますので、嬉しいです。また次の機会に伺いたいと思います、うん、はい、ということで最後にですね、シンナちゃんを応援してくださる監督の皆さんもたくさんいらっしゃると思うので、はい、日向さんからメッセージをお願いします。はい、ゆかりちゃんは本当に野球が大好きで、ただ今はちょっと過去のいろいろなことがあって葛藤があるんですけど、でもいつかその、まあ、お姉ちゃんからの呪縛から解き放たれて、うん、普段のいつもの彼女らしさが出てくるように、出てくるまで、出てきてからもずっと応援をしていただけたら、私と一緒に皆さん、監督さん、お願いします。お願いします。ハチテレでは動画やゲームに関する要望など引き続きメッセージをお待ちしております。お問い合わせのご意見ご要望のところで、募集をしておりますので、皆さんお気軽に送ってください。はい、チャンネル登録もよろしくお願いします。はい、船戸さん今日はありがとうございました。ありがとうございました。はい、皆さんまた次回お会いしましょう。バイバーイ。バイバーイ。